ではどうぞ失礼します新たな挑戦美術版令和の虎の幕開け若き志願者が己の野望を胸に夢へと踏み出す まずご経歴をどうぞ大石大悟16歳神奈川県横浜市から参りました最終学歴は横浜市立東海千葉中学校を卒業現在の職業は N 高等学校の2年生として横浜キャンパスに通っています就活もしくは起業どちらかをお選びください就活でお願いします希望する雇用形態を教えてくださいインターンでお願いしますあなたが思い描く未来の姿は N 高等学校から社会人へ 岩石さを超える未来の虎になりたいビジカツ版令和の虎ビジカツ版志願者募集中詳しくは概要欄からでは新しい進路をつかみ取れキャッチザジョブ ほら、上手にできたんじゃないの、これ。めちゃくちゃ,、ね、ちゃ新鮮、ね <laughs>。オッケー。オッケー。よしよし。かっこよかったです。はい。<laughs> 皆さん、こんにちは。司会の茂木です、えー。今日からですね。大学生版の中に。ビジカツ版という新しい、えー。シリーズが始まります。で、ビジカツ版の今日第一回なんですが。えー、内容としては、学生さんが志願をしてきます。で、その中で、えー、トラの会社に就職をするか。 もしくは学生企業をするのでお金をくださいというかこのどっちかを選べるとでそれをジャッジするという形になります、えー、新しい試みになりますが皆さん楽しんでいただければと思いますよろしくお願いしますでは簡単な経歴を教えてくださいはい2008年に神奈川県横浜市に生まれ緑区の小中学校を卒業しました そして、えー、中学3年の2月に受験生版タイガーファンディングに現在 N 校の、えー、学費を調達するため、えー、志願させていただき100万円オールを達成させていただきました。でえっと、その間、えー、約1年半ですね、N 校等学校で起業に関する勉強だったり、Adobe を使った、えー、動画編集、イラスト作成、あと生徒会選挙など様々なことを、えー、チャレンジしてきました。 じゃあ今回の簡単なビジネスプランを教えてください、はい、前回出演させていただいた時に N 高等学校に入学し素晴らしい起業家になりたいという志願のもと約1年半活動してきましたがまだ自分自身の,この経験の浅い知識だと本当に起業するまでたどり着かないというふうにこの1年半で感じましたでその中で、えー、と今回虎の方々の下でインターンとして働かせていただき起業家精神を叩き込んでいただいて、えー、最終的に虎、えー、の席で弱い主催を超えるような虎になりたいというのが もえビジネスプランになります。一年半ぶりですかね。はい。相変わらずよく喋れるね。偉いね。すごい確かに。優秀優秀。いや僕あの大石さんと大石さんが受験生版出られた後何回かお会いする機会があったんですけど、オフでも優秀です。えあんまりこうね事前にハードル上げちゃいけないんだけど、うんどうですか。緊張してますか。いやちょっとワクワクしてますね。ワクワクして。 答えが完璧だよ <laughs> はい、今回は就職インターンということなんでねそういう視点で皆さんご質問をしていただけると嬉しいなと思いますよろしくお願いします授業家になるためのスキルを学びたいからインターンをしたいそうですねメインはそちらになりますね それがあのなぜインターンにつながるんですか今、高校2年生なので、まあ、進路としては基本、大学になると思うんですけどもやっぱりその自分自身その、起業家になりたいという意思が強かったんですけど経験を積むことによって知識を蓄えるというのが、まあ、自分のモットーにしているてこところなので今回その、まあ、インターンとしてそのビジネスの場にあの身を置いて働きたいという思いで今回応募させていただきま,かりました。そもそもも今の、えー、っと高校 の生活の、えー、っと、何時から何時まで。 学校に行って土日とかどうなったか一応、今学校としては週3で横浜キャンパスに通わせていただいてて月曜日、水曜日、金曜日月、水、金ですそれ何時から何時までなんですか大体9時から4時まで時からそして残りの4日間というのは一応土日にアルバイトをさせていただいてて火曜日と木曜日はオフっていう感じになってますね学校って3日だけなんですかそうですねはい それであの文部科学省が言ってる単位が取れるってことなんですかね一応あの位置づけとして通学コースっていう位置づけになるんですけども N コーネットの学校になるので<ー>ネットが高校としての位置づけであ<っ>あの通学コースっていうのは、まあ、課外活動に近い,いなるほどそれ以外に課題がたくさんあるそうです、ね、それ課題をあの全部家でやらなきゃいけない,いうそうですわ、ね、かりましたそれで週5日だけ通学してっていうこと、はい、です、ね、あかりましたこれ5日間コースで志望してなかった、はい あの当初はそうだったんですけど、うん、今年の1月に週3コースに変えてで今週3ってですあそうなんですかそれはなぜあのもともとアルバイトの時間をちょっといっぱい作りたいなっていうことで週5コースから週3コースにしたっていうのが、まあ、一番の経緯になりますね、うん、でも火曜と木曜はオフなんですよね今はそうですね今はオフ、ねね、なるほどわ、はい、かりましたちなみにちょっと僕その初回のやつ見てないんですけど、はい、N コーンを選ばれたのはこう当時 不登校だったりしたからなんですか。それともなんかあえて普通高校じゃなく N 校を選んだって感じなんですか。そうですね。もとあの N 校が一番その企業部として、うん、あの一番押してるところがあったので、一応まああの中学校の頃からすごい企業家になりたいなっていう思いが強かったので、まあそういう意味でえっと N 校に行かすあの行ってるっていう感じですね。あえてね。はい。すごいですね。時代が変わってますね。うんね。<laughs> こんなこんな人ばっかりなんですか。こんな優秀な人ばっかりなんですか。<laughs> でほとんどが不登校での子の方がまだ多いんじゃないの N 校とかって。そうですね。自分自身もまあ不登校だったっていうのもありますけども、まあどっちかというとまああえて選ぶ方と、うん、あのまあ N 校だからっていうところの半々がいるっていう感じですね。でもあれですねあのスポーツ版に。 志願したリオちゃんっていう子がいるんですけど、平井さんのメイクさんなんですけどあの子も N 校なんで、<ー> N 校優秀説あるよね。すごいですよね、はい。何人ぐらいいるんですか、N 校って一学年？えっと一学年だとちょっとあの学年ごとであの分けてないのでちょっと分かんないんですけど、全体でえっ、ー、と三万。 あそんなにいるんだあそうでですすねね今結構いるんか「企業アントレ8期生」って書いてあって、はい、まあ起業したくて N 向こうに行ったと思うんですけど、はい、なんかそこの中での限界を感じて、はい、今ここにいると思うんですけど、はい、どの点でその限界というか、はい、この場に来てるんですかキャンパスでの学びでもそうですしアントレだとその3か月でビジネスプランっていうのを あの確定させるるもののになるのでまずビジネスはどういうものなのかそして自分がやりたいことなのかっていう感じで進めていく感じなんですけどやはりあのビジネス何がやりたいのかっていうところまで確定させるという感じなのであの細かなどんくらい事業予算がかかるのかとか予算がかかるのかっていうところをあのまだ決めれてないっていうのとやっぱそこの部分は自分でやっぱ知識だけでやれるものじゃないのかなっていうところを感じてやはり社会に出る必要があるのかなっていうのは。 感感じじたので、はい、今回あのインンターといいうだいなんからインターンの経験の中で一番欲しいものってなんですかそうですねやっぱり社会人としての、まあ、営業力だったりとかあのなんていうんですかね、まあ、社会に出てみないと学生のなんていうんですかね身のままじゃ分かんないところがあるかなっていうのであの、まあ、インターンという感じでうん、うん、っていう感じですねものすごいなんか違和感を感じるんですけど株式会社ディアロード法人グス代表井口智明 で,のそれで完全ゴール長野則底場泥水公園を DIY 開発中建設行政美容業界と異色の経歴他分野での資格取得を武器他事業展開800人の正社員を兼にするこの男まさに奇才遊び心とビジネスへの嗅覚で志願者の挑戦を新たなステージへと導くものすごいなんか違和感を感じるんですけど、はい、今高二ですよね、はい、なんで今からその起業について学んだり起業家になりたいんですか自自分自身がそのなんて言うんてううでしょうね うーんあんまり定まってないところは正直あるかもしれないんですけど、はい、自分自身その周りに影響を与えるっていう感じの、まあ、キャラというか存在感っていう感じなので、うん、周りと一緒に何かしたいとか自分が思っていることを行動として何かやってみたいっていう気持ちがあるのでそれに一番近い職業っていうのは起業家なんじゃないかなと思うっていう感じですね。うん ちょっと分かったようで分かんないね。今やるべきことって、まあ高校生だったらたくさんいろいろあるわけじゃないですか。高校生活とか、まあ高校の中での、ここにも書いてあったんです。まあその生徒会とかあと部活とか、まあいろいろあると思うんですよ。それと大学に向けての勉強とか、それで一歩一歩進んでいくわけですよね。そこをす飛ばして企業家になりたいっていうのななんかちょっと違和感があって、どうしてそういう風にそこまでして企業家になりたいかって強い思いを聞かせてほしいんですが。自分が企業家になりたいっていう思い といあの何か別にその何かあの特定の職業をやりたいとか、うん、そういうものではないんですけど、うん、なんてううんでしょうね自分のやりたいことだったり何がやりたいのかっていうのを考えた時に、うん、やっぱり起業家っていうのは自分のやりたいことをあの仕事にしてやれるじゃないですか。うん、そこがやっぱり自分の あとは今まであのそのレイワントラのそれこそ岩井さんだったりこの,あの社長の方々見てすごい憧れがあるっていうのが一番だと思いますね。んか今やるべきことからなんか逃げて、はい、そしてその夢とかその大きいものに向かって方向を傾けてるような感じがちょっとしてしまうんですけど、はい、そういういいわけではな前回の挑戦で手にした完全オール。 再び議論の場に現れた大石若き志願者が抱く野望新しい未来の可能性を探る序盤戦一体どうなる何か具体的にこうこういう起業したいこういうジャンルで起業したいみたいなのってあるんですか、はい、今時点でそうですね今まででの中ですとイベント事業みたいな ものをやりたいなって思ってまして、ここの志願書にも書かせていただいてるんですけど、僕が今までそのアントレ活動で考えたもので言うと、e ス,スケー s ケイトとえっとジャパントーナメントっていう電動キックボードを使ったあのレースイベントみたいなのを考えています。なので、こういうイベントで何か盛り上がれるようなイベント事業をやれたらなという風なのを今考えてはいますね。なんか起業してめっちゃお金持ちになりたいとかあったりするんですか？はい 学生の時に考える企業社長とかって、はい、すげえ金持ちになってタワーマンの最上階住んでみたいな、はい、そういうイメージとかはお持ちだったりしますか？はい、多少その気持ちはあ,のあるはあるんですけどす、ね、今今は今でもうちょっとなんか現実的に動けれたなだなっていうのはありますね。最終そういうのでもいいかなって感じですね。そうですね。<laughs> 恋愛とかしてないですか？うんそうですねあまり自分自身の顔が良くないのでそんなことはない <laughs> <laughs>。 なんか <laughs> 恋愛とか友達関係とか、はい、まあそういう人間関係を作るのが高校の時とか大学の時って最も重要なことの一つだと思うんですけどどうしてもその高校高校二年生が起業したいしたいって言ってそこに何かインターンまでして経営を学びたいっていうのがどうしてもしっくりこないんですよ、はいはい、なんかそれをなんか納得させるくらいの熱意があればなんかちょっとと思うんですけどどうですかすいません同じ質問ばっかでそうですねまあ一応今あのまあ企業っていうところっていうかまあ友達がそもそも結構あの 多い方でではあるのであ、はい、結構あの自分で言うのもあれですけど社交的な方であるっていうのと自分自身そやっぱりあの一人で行動するっていうよりうん、うん、みんなで何かをやり遂げたいなっていう、ね、チームでやりたいなっていうところが大きいっていうのでっていうその人たちなんか一緒に作り上げるとか,ないんですか仲間にもそれぞれ思いとかがあると思うので、うん、やっぱりあの方向性の違いでとかあると思う。うん のと今何をやりたいいいううのままだ定まってないかなかところが大きいです、ねうん、なるほど我々会社やってましてその会社っていうのはそれぞれ理念があってその理念と大石さんの持ってる、はい、その理念とかその企業に対するイメージがかけ離れてたら、はい、それは大丈夫ななんですか、はいはい、なぜまあ現実と理想は違うっていうイメージはすごいあるので、うん、まあ自分も今結構理想論っぽくあの聞こえるかもしれませんが、うんうん、意外とんていうんですかね現実的にも。 あの考えられるのではなないかなまう、まあ、そういうのも含めて勉強したいっていうことでいいですか現実と理想のギャップというか、はい、実際起業っていうのはどういうものなのかっていうのを含めて勉強したいなるほど。その理想をちょっと聞きたいけどね自分が事業をやることで、はい、こういう世の中を作りたいんだとかこういうふうにしたいんだみたいな、はい、まあ16歳でそれを持ってるかどうかっていうのはあるにせよ、はい、なんか今時点で思ってることありますか そうですね一応まあ身近なもので言うとそれこそ令ントラが一番大きいかなというので、まあ、先日岩井夫妻の,あの送る会にも行かせていただいてその時にやっぱり岩井夫妻っていう存在が僕の中にすごいあの動かされてるっていう部分がありましてあの岩井夫妻の言う言葉とか言動とか行動とかって周りにすごい影響力を与えてるじゃないですか。うん でやっぱりその志だったり応援だったりとか人を動かせる力を何か事業だったりとかあの、まあ、自分の思いとかで伝えられていければなというのがあの今考えているものではありますね。周りに影響を与えたいっていうワードが結構先から出てくるなと思うんですけど、はい、逆にそれを持ち出した周りに影響を与えれなかった経験とかそういう逆の経験があるんかなと思ったんですけど、はい、どう思われますかなんでそんなに周りに影響を与えたいんですか 自分が周りに影響を与えたいというのはやっぱ自分の何て言うんですかね、思ったことに共感してみんなで一緒にやっていけるようになんかしていきたいというかなんかそういう思いから来てるかなっていうのがありますね。まあ、具体的にというと、まあ、友達が例えば友達としゃべってる時に自分の言動とかで笑いを起こしたりとか自分の言動であの共感してもらったりとかそういうところがなんか自分がすごい楽しく思えたりとか。 うん、っていうところが、あの、一番、あの、影響を与えたいなって思ったあのきっかけにはなりますね。なんか、理想のが、そもそも起業家で。株式会社、エディットスタディ代表、正治永啓太。 非遠征の新卒入者その仕組みを教育業界に持ち込み生徒の志望校合格を支える養うのはやり抜く力折れない心人生の選択肢を広げる教育先生はオール正社員現場で泥臭く教育ベンチャーを牽引学びの常識をエディットするこの男バーをどう動かすなんか。 でもなんか周りの人は違う考えがあって今はついてこれないっていう話と周りを動かしたいって結構矛盾を感じちゃったんですけど、はい、なんかその周りの人を動かす力が今ないからインンターンみたいいなそそううう感じですかそうですすかね今の時点ではあの自分自身にやっぱ力がないっていうのと経験がないっていうのであの自分自身のその力とか経験を高えるためにいろんな、例えばインターンですとかそういうところに経験していきたいっていう思いがあります。 ぶっちゃけインターンで起業しちゃった方が早いかなって思っちゃうのが率直な感想なんですけど、はい、一番そのインターンとして働きたい理由としてはそこでその世の中を知りたいっていう方が強いですね社会を知ってあの日本の社会ってこういうものなんだっていうのを、まあ、ビジネスってこういうものなんだっていうのを今の,その日本社会のことを知るために。 あの、働かせていただきたいかなっていうのがありますね。なんか、なんでそんなに急いでるのかなって、みんな。思ってると思う。んでいや、本当にそうなんですよ。なん <laughs> でそんなに急いでるのかなと思って、そう、その通り、その通りです。どうなんだろう。その、いや、いいのよ。俺、中学、高校ぐらいで、もう早く起業したいっていう。はい、気持ちは分からんでもないんだけど。はい、今の大石君の話を聞いてると、なんか。芯がまだないような気がしてて。心の底から、燃え上がる。 これをやりたいんだみたいなのがあるから時間ももったいないし高1だけど俺は一刻も早く社会に出て起業したいんだなら分かるんだけど、はい、今の感じだと特にやりたいことも決まってない中で、はい、なんとなく起業したいなっていう感じにしか思えなくて、はい、そしたらそんな急ぐ必要ないんじゃないの学生らしい経験たくさんすればいいんじゃないのってなんとなく思っちゃうんだけどその辺どうですか実実際にに業とととしててててやりたいいいいことが決まってないっっななうのは事実なんですけどかといって他に やりたいことというか目指したいことっていうのが、まあ、それもそれでそこまで決まってないっていうのでじゃあまず何をしようかって考えた時にやっぱりその、まあ、大学っていう選択肢もあるんですけどやっぱ大学でもやっぱ何の,あの学部で何を学びたいかで全然その、まあ、成果というかそういうのが変わってくると思うんです。でその中でやっぱり自分自身一刻も一刻もっていうかあの社会に出てあの何か社会人としての経験を積む方が今後の人生としての あの学びが一番得られるんじゃないかと思ってっていう感じですね。遊ぶのも大事だと思うんですけどね。友達と何して遊んだりするんですか?。あんまりないですか?。結構遊んでるんですけど、まあ、そういうこと。カラオケとか行ってたりしてますね。普通に高校生っぽい。はい。それはまあ、面白くないの。確かに。そうそう。 なんていうんですか、遊びと、なんていうんですか、自分がやりたい進度っていうのは、なんか結構別で考えてたりするので。そう,そ,うそ,うそうか。起業家のイメージって、何か、どういうイメージですか。結構、その企業家っていうか、まあ、経営者っていうのは、結構。はい、まあ、一人だったりとか、あの。 なんでワンプレイというか孤独なものっていうのが結構あのあ<ー>耳にしたりするので令和の虎見すぎんかな別に <laughs> 孤独でも一人でも何でもないいつもあのないんですけど <laughs>、まあ、まあまあそうじゃなくてごめんなさいごめんなさいどんな仕事してると思います例えばそうです、ね、どんなような仕事起業家っていうのはす、ね、やっぱりあの会社のことでそれこそ今の利益の状況だったりとか今の事業状況とかを見てじゃあ今後どうしていこうかうみたいなところを そんなようなイメージを多分持たれてるなと思って、うん、実際全然違いますよ <laughs> 実務たくさんやりますよ、はいはい、岩井さんの話出たと思うんですけど、はい、岩井さんって自分で何でも実務やる人なんですよ、はい、もう例えばもうここのちょっとした机のズレも許さないくらい自分で直しちゃうくらいの人で、はい、例えば試食の人が出てくるじゃないですか、はい、あの例えばラーメンの試食とか出てくるともう真っ先に全部よそってみんな並べるとか、はい、要は 経営者って一番実務できる人なんですよ、はい、なんかちょっとその時点でもはや経営者に対する イメージがずれすぎてて、まあただそうそれだからこそインターンした方がいいのかなって逆に思ってるところもあります、ねはい。はいまあ、自分自身もそういうイメージが強いです。なるほどね。ただそれにしても方向だってみんなやってること違うじゃないですか。はい、それで、ね、どういう方面に行きたいとか、その、はい、ちょっと私ねこういうまあこの番組自体を否定するわけじゃないんですけど、そのインターンしたいっていう時にもうめっちゃ全然違う職業とかねその規模とかあるじゃないですか。それどういう感じで来て誰のとこでもいいのかとかそういう話。 なりますよね、はい、そこら辺どういう考えで出演されてますやっぱり虎の,の方々は皆さん素晴らしいあの会社であのお持ちだと思うんですけどもその中でやっぱり何て言うんですかね社会人としてもそうですしそれこそも,もちろん起業家としてもそうですし実際今自分自身その先ほども言ったように理想と現実のギャップがものすごいと思うのでそこをあの現実っていうのはこういうものなんだよっていう。 ものを学んでそこから何か活かせれるようにしたいかなとは思います例えば竹永さんの会社にインターンしたら何やりますまずはお好み焼き焼かせてくんないよそんなすぐ確かにまだいっぱい控えてるんであでも多分今のそれがすごい回答で結局そういう実も最初やることになりますよねなんか店舗それだったらバイトでいいじゃんって感じするんですけど普通に なんかちょっとトライの憧れが強すぎてそ,すそれでインターンという方向に強制的に自分の視野を狭めているように気がするんですけど別にいろんなバイトするとかじゃダメまあアルバイトってなると、うん、まあアルバイトっていうのはもちろん経験とかはさせていただくんですけど短期間なものっていうかいつまで続くか分からないっていうのもありますし、はい、そこからどう進路につなげていくかっていうのも結構その難しくなると思,ううー思って。なるとそこの まあそのまま何か経験を積めるっていうのもありますしそこから社員としてあの高校卒業とか国語とかあのまあでも起業家になりたいんだもんねそうですね社員になりたいわけじゃないんだもんねわ、ね、かりましたわかりましたはいわか,かりましたどういう職に就くかが株式会社電光石火代表竹永敦 広島の味を全国へ広島お好み焼き電光石火は北海道から福岡まで多店舗展開広島のお好み焼き企業として年商は日本一そして世界初お好み焼きでミシュランガイドビブグルマン獲得その進撃火花のごとし情熱と幸せ溢れる熱々の魂新しい未来は僕らの手の中どういう職に就くかがまだ明確じゃない中で、はいはい、起業したいっていうのは軸がすごいあるじゃないですか。はい そこの思い聞い,てもいいい聞てもですか一番はその自分がその起業家として今後の人生を歩んでいきたいっていう元からの思いが強いのでそこを軸としてやっぱ考えてるっていうところが大きいですね。でそうなったらそこに向けてこういう職に就きたいからインターンでとかっていうのが分かるんですけど、はい、最初の軸はあって途中がなくて何しようっていう感じなんで、はい、決めきれないところがあるんですよね多分、はい、皆さんも。 まああのどっちかっていうと今回の,そのインターンで何か起業に関するそのまあアイディアのまあ種だったりとかそういうところを今回の,そのインターンであのまあ見つけたりあの何かあのそこで花を咲かせれるようにしたいかなと彼は多分早く大人の世界に入りたいんですよね。うんうん、そうですよね。うん、で起業っていうのにはバクとした憧れがあるから、うん、せっかくだったら虎の社長の近くでそれを見たいんだよね。 だからく竹永さんのとこで皿を洗う気はとうなくて。ってことですよねらく竹永さんのカバン持ちだったらやりたいと思うけどみたいな感じなんでしょおっしゃありますかっていう話ですよね社長秘書的な感じのことがやりたいと思いますね。かなと思いますけどねどうですかそこは。逆に言えばその位置が取れればどの業界でもいいってことですか そうですね。基本、あの、何かしら、何かしらというか、基本。あの、どの虎の方々でも学べることっていうのはあると思うので。でも、皿洗いから順番に行かないと、意味なくないですか。俺もそう思います。急に皿洗い。まあ、今、バイトでできる皿洗いから、一番上まで飛ばしても、あんまり。何の役にも立たないような気もしちゃうんですけどね。そうですね。あまあ、まあ、でも、それも含めてみたい、はい、っていうことか。そうですね。はい、あ、でも、今、言われたことがすべてで、うん、なんでバイトから。 って私が何回も言うかっていうとやっぱりそこの過程を飛ばしていきなり経営者のもとでかばん持ちしてもかばん持ちのプロになるよ、うん、<laughs> はっきり言ってうんうん、ね、俺正直かばん持ちから大成した人なんて見たことない世の中に。<laughs> うん、かねなんかそこら辺もど,うどうなんでしょうまあまあまあまだね16歳ですからねまあ豊臣秀吉ぐらいですかね。 それとめんどいですね。<laughs> 確かに最強な人がいた。栄養士まで下げ。<laughs> なんかもっと今モテないからすげえお金持ちになってモテたいとかそういうのないんですか？そういうのは特にないです、ね。なんかそういうなんか野心があるとこっちもその野心に向かって使いたくなったりするんですけど、<ー>なんか野心もないし、なんか漠然として起業家っていうものの憧れでインターンやりたいんですみたいな風に見えてしまうんですよね。はい、まあそれが悪いかいいかというのはちょっと分かんないんですけど、はい、えっと採用しにくいっていうのはちょっと若干あるかもしれない。 野心がある人は使いやすいですからね、はい、野心がある人はでもなんかそのさっきの例えば最初は皿洗いから起業家になるためには必要だよって言われたらそれすらも別にやることはいいって感じなんですか自分の、まあ、得意不得意にはなると思うんですけどそうですね そこも含めて、今わからないってことだよね。とにかく進めてみて、じゃあ必要で、じゃあさらいから、始まって。その先でも、こうだから、こうだからってなったら、もうじゃ、それでもいいかってなったことですよね。そうですね。まあ、やってみてっていう感じにはなり。ますとにかくやってみたい。でも、できれば、皿なんて洗いたくないよね。洗わずに、一直線でいきたいよね。俺だったら、もう絶対そうだけどね。現状、皿洗ってる子たちがいるじゃないですか。で、その子たちも、なんなら、横でいろいろ学びたいと思ってる子たちって、いっぱいいるわけじゃないですか。ね、こう、ね、段階がある中で、そこを飛ばす。 してじゃあって選ぶには理由がいりますよねやっぱだったらそ,その子たちからしたら「いや俺にさせてくれよそこ」って多分思うんですよね。はい、そのために俺さららってきたのにってやっと段階上がってきたのに、はい、そこ飛ばすんだってなるんで、はい、それでも選ばれるっていうのはどうしてもこれがやりたいんだとか俺はこういう目標があるんだみたいなのがあればちょっと応援したいとかあるじゃないですか、はい、そこのなんかこうもう,もう一つ欲しいなって思うんですよね。はい まあ、岩井夫妻の話にはなっちゃうんですけど岩井夫妻も最初あのリクルートから業あの行ってその後学習塾のアルバイトをやってから起業されてるとあのっていうのをあとっていう感じなんですけど僕自身も何かあのこれがあるからっていうよりかは何かそこで種というかここでその何かその自分のやりたいことだったりとか自分のなんか目指せる目標になれる部分を見つけるために。 インターンタしてってっいう感じにはなります岩、ね、井への憧れを語る志願者その言葉を受け止め虎たちは何を感じ取る続く後半戦夢へと踏み出す一歩物語の行方を見逃すなあのなんかさっきから、はい、なんか与えられるバリューの話が一切なくて。はい 自分の経験ベースになってるんですけど、はい、じゃあ横でカバン持ってくれたら、なんか僕らにどんなメリットがあるんですか。そうですね。そうですね。そう,そうですね。そこ,こはそうですね。カバン持ちだけで言うと特にっていう感じにはなっちゃいます。すみません、僕はカバン持ちで。ちカバン持ちが少ないカバン持ち以外でもいいですよ。はいはい、すみません。何,いい何かそうですね。あのまあ自分自身あの。 一番あるものっていうとその行動力が一番自分の力だとあの思ってまして何かその例えばあの虎の方のところで働かせていただいて何か近くでやらさせていただいた時に自分から何か行動してあの、まあ、何かメリットがあったり役に立つようなことを行動として表せるのではないかなとは思いますね。 皆さん忘れてらっしゃるかもしれないですけど16ですからねまだ身長伸びてる年代ですよ <laughs> でかいけど、ね、そ,のその人が企業で働くっていうのはなかなか経験はないと思いますそうですね、はい、優秀がゆえにとよねう伸,びそう伸びしろしかないですからね <laughs> はいその辺も含めてねえ皆さんお考えいただける逆に大石さんのような方であればただの皿洗いのバイトであっても YouTuber レジスタス社長塚君 企画から編集までコンテンツの全てをクリエイト外中なし毎日投稿で動画は2000本超え挫折経験から大学生のために発信植物販売不動産飲食とビジネス展開90万人のリーダーとして唯一無二の地位を作り上げる大学生を笑わせ時に励まし勇気づけるレジスタンスいかなる逆境も乗り越える革命力を授けるただの皿洗いのバイトであってもいろんなことを見つけていろんなアイディアを出せるんじゃないかと僕は思ってしまうんですけど。 そうですね、わざわざインターンまで飛ばさなくても誰でもできる仕事からでもあなたなら何か見出せると思いますし、はい、そこから小さなビジネスを始めていくことできるような気がしてしまうんですけど、はい、そうですねあのなんて言うんでしょう、まあ、ここには書かせていただいてはないんですけど自分自身その発達障害がありましてそこの部分で今回あの今アルバイトもさせていただいてるんですけども自分自身その現場での なんというか現場で結構イレギュラーなことが起きるとパニックになっちゃうっていう感じの特徴があるっていうので結構その不得意、得意の差が激しいかなという不得意なことだともう全然だめになっちゃうっていうところあるんですけど得意なところだと結構その成果を発揮できるっていうのが自分の特徴にはあります、ね、経営者は毎日トラブルばっかり起きますけど大丈夫ですかははいいそれではパニックにならなら、まあ、状況にはよるんですけどいや、状況によらないですよ<れ>経営者は毎日トラブル起きるんですよ。はいはい それ向いてないんじゃないですか、経営者は。一応そうですね、あの、まあ、なんて言うんでしょう。まあ、まあ、はっきり言って、皿洗、はいララが足りなくなったら、皿洗い行くんですよ。はい。作る、何か作る人が足りなくなったら、作り行くし、掃除が足りなくなったら、掃除行くし。はい、お金が足りなくなったら、銀行行くしっていうそれは毎日繰り返すのが経営者なんですね。はい。そんな不得意、得意なんて言ってられないですよ、経営者は。はい、どうですか。まあ、や、やることによって、その得意不得意があるっていうことではあって。うん、自分自身、その、臨機応変に対処する力は、あるかなっていう。うん 臨機応変には対応できる。そうですね。尾崎さんがあのオフで優秀だなと思ったところってどういうところなんですか。えっと令和のトラクイズを出すんですけど、うんうん、全部答えます。<笑><笑>すごいめっちゃファンやん。大好きなんですね。めっちゃファンやん。そういう優秀さで,ですか。まあまあ,あなんですけども普通にわかりませんでも人と話しててなんか5分ぐらい話すとはい、はい、あ。

検討してみるって言って、ここに送り込まれた。おかしくねえか、モノリス。検討進んでないんですかね。どうなんだろう。検討してる最中に、あの、あれですね。今回、このビジカツマやるよって言ったら、彼が応募してきたんで。あ、なるほど。同じような検討。として、皆さんも同様にいただいてますね。はい。一番いいじゃないですか、モノリスさんでインターンできたらね。とは思っちゃいますけど。ちょっとやりづらくなるかもしれないんですが、この五人のトラ プラスモノリスさんも含めていいんですけど、はい、今現状で一番興味がある業界ってどうですか茂さんも入れてね茂木さんも入れて僕は司会のほうさんも入れては <laughs> <laughs> そうですね本音ですと、うん、やっぱりモノリスさんですマーケティング学べたいって書いてますもんね SNS 運営とかう,、はい、うん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 ほど。じゃあもう答え出たじゃん モハ <laughs> リスさんって SNS のマーケティング得意だったっけいや別になんか彼はきっとそのさっきカバン持ちって言ったんですけどその経営者の近くで学びたいんだろうな起業家の近くでっていうふうに思った時にはまあ,あくまでうちの会社が起業,業したのは祝いだったのでまあそこのところの彼の,その思いっていうのが今うちの会社で。 あの学べるのかなっていうところになるとちょっとクエスチョンが僕もついているっていうのが正直なところではあったかなとあと SNS のマーケティングは決してモノリスさんが得意だと思わないからね <laughs> <laughs> 得意得意ですかまあそこら辺も含めてだからなんかちょっとあの思いが先行しててなんかそこの会社の得意なこととかやることとそれと実際がちょっとかけ離れちゃってるっていうのがやっぱあるのかなって、ね、やっぱ一番最初から感じてますねはい。うん ちょっと SNS の話してたんで、はい、YouTube 活動されてるということなんですが、はい、これはどういった目標とか思いがあってされてるんですかもともとあの地元がその東海市場っていうところなんですけどもともと地元の YouTuber として最初活動していました、うん、<laughs> あの地元のまあ僕含めそこから仲間たちと一緒に僕が YouTube 投稿してそれにみんなが集まってみんなで動画撮るみたいな感じで最初はその感じで始めてでその後あの。 受験生版の,あの出演を機に N 校生チャンネルっていう名前で僕のほかにも YouTube メンバー3人が今 N 校に通ってるっていう状態で、はい、1> 約まあ1年くらいは N 校の情報だったりとかっていうのを発信してきました。で最近、えっと、ちょっと解明してバイクライダーズっていうあのバイクの,あの動画に変更したんですけど、まあ、自分自身もともとバイクがめちゃくちゃ好きだったっていうので。 あのバイクの今ちょっとあんまり機材とか揃ってないんですけど、うん、バイクでいろんなとこ行ってみたみたいな動画を今撮ってるって感じですねあじゃあ,まあ趣味もしっかりエンジョイされてるという延長で YouTube もやってるみたいななんか YouTube 伸ばしたいとかそういうのはあったりするんですかそうですね YouTube もあの伸ばしていきたいなっていう、まあ、チャンネルももう作成して5年くらい経つので、まあ、YouTube を伸ばしていきたいなって言われるんですけどそこまであの まだ熱量を注げててななないかなっていかかっうううのとあそそんですかそうですすねまだあの一応誰が編集して誰があのサムネ作成してとかそういう裏側の部分がまだあの決められてないかなっていうので、うん、あのっていうのでまだあの完全に YouTube には熱量を注げてないかなっていうのでっていう感じですえっとメンバー内でなんとなくで回してるんですよ、ね、ってことですかね、はい、<ー>ちなみに今一番熱量を注いでるもの何ですか一番熱量を注いでいるものは学校の文化祭ですね 今、学校の文化祭で、めっちゃいいですよね、実行委員の副委員長として今やってるっていう感じですね。大学の時よく文化祭で暴れる側と実行委員でよく喧嘩になる、真面目なそうですね。よく実行委員に怒られた記憶があるから。かけ側で面白いんだそれが めっちゃいいっすけどねそ,<う>それ。<laughs> っていうさ学生にしかできないことってあるじゃんそう。うん、っていうのは考えたりしない 100%120%、ね、しようと、はい、一応まあそうなった場合じゃあ,あの進路どうしようってなった時に何もなんか考えがないともう今の自分自身そのもう今の時点で大学への,その進路っていうのはもう立ってるっていう感じです。で そう考えたときにじゃあ,あのもう残りあと1年半しかない中でもうそろそろ進路っていうのはある程度決めていかなきゃいけない中でじゃあどうしようって考えたときにやっぱ自分の今やりたいこととしてこれを今選んでるっていうただからタイムリミットが1年半でそれまでに起業してどうにか起業家になろうっていう話ですよね。そうでですね年<ー>年半半後卒卒業業業にに起業あ一応インンターンとしててても学ばさせいいただいてその,卒業の時に まだ,そのまあ、まだあと1年半あるので、まあ、どうなってるか分かんないんですけどそこでまた方向性が決まるっていう感じにはなると思います大学は行かないんだなんか話を聞いてると株式会社ピナイ,インターナショナル代表茂木哲也会社経営21年 IT 系を中心に4社を立ち上げ3社を M&A し売却日本初のフィリピン人専門家事代行サービスの運営事業拡大は止まらない 外国籍人材で未来を変える連続起業家の虎が志願者のマネジメントに切り込むなんか話を聞いてると大学に行かないって退路を断ってるんでもう起業しかないっていう風に聞こえるしあと1年半で起業しなきゃいけないからとりあえずなんかすごそうな社長と一番つながれそうな令和の虎とつながっとこうでここに来てるようにしか思えない、うん、それがなんか全ての言動の浅さ,さにつながってる、はいうん、のではないかと思いますが、はい、いかがでしょうかおっしゃるり おっっっっっしゃゃゃる通りって言っちちたら終わっちゃう何 <laughs> で大学の道を立ってるんですかまあ大学自体がそもそも何て言うんですかねあのやっぱり自分の専攻したい分野だったりとか、うん、そ,それこそなんとなく大学行ってなんとなく4年間を過ごしたいっていうふうには思わないっていうのと、うん、じゃあ大学で何を勉強したいかっていうのもそこまで定まってないっていうのがあって、うん、じゃあ,あの大学に進学してどれだけ自分が 成長できるかって考えたときにやっぱり大学生として4年間今後あの過ごし続けるっていうよりもあの何かどこかにあの、まあ、ビ,ジネビジネスマンというかなんかちょっと頭がいいから言葉遊びだね全部。 なんか今や、それだったら、今別にやりたいことないから、やりたいことがないと企業なんて絶対できないんですよ。例えば寿司屋になりたいから寿司の修行をするとか、そういう、なんつうの、圧倒的にやりたい思いがあって、それに向かっていくのが企業なのに、それで大学に、 と,とりあえず大学に行ってやりたいことを見つけるっていうのが大学生活なわけですよね。なのにそれをやりたいこともないのに起業するみたいなことを言ったらその分野で起業してる人に怒られますよね。その分野で起業してる人はその子にもう一生かけてそこで起業してるわけで、はい、そこで一生かけて経営してるわけですよ。はい、なのにやりたいことがないのに起業っていうのはちょっとやっぱり大学に行く1億倍くらい難しいかもしれない、はいはい、かもしれないです。 まあでも僕そのタイプだったんで、いいと思いますけどね。あの、ずっと高校から起業したくて、で、大学4年間中に起業しようとって、結局僕学生起業してるんですけど、なんか同じような感じでしたよ。なんかその、そんなにこう、大きな、何か、何か世の中をかるようない経営者になりたいって漠然と思ってましたし、ソンマス計ぐらいでしたけど、なんか逆にそれ以外あんまなかったですし、なんかすごく今こういう子って、僕の世代でもある程度いましたし、よりなんか増えてる気もしていて、まあ、かつそこに対して、 行動をしっかりしているってなんかめちゃくちゃすごいなと思うんでススタンスはこれででいいいのかなっって僕僕思っちゃいますすけどねね、うん、も全く一緒それはそれでねやりたいことなんかすぐ決まんないし僕も自分で起業したいなって思ったのは大学生の時だけど結局28までやりたいことが決まんなかったんで大学卒業して社会人も6年やってその間毎週毎週なんかいろんなアイディアだし友達とやって。 で実際いくつか試してで全部失敗してようやく28の時にこれでいけるっていうのが見つかったから起業したのね、うん、まあまあそういうことですよね意外とねとは思うんですがですが、はい、その状態で社長たちのところに行かせてくださいはさっきどなたか言ったけどあまりにも社長たちのメリットがなさすぎるのよ。ななんんんで雇わなきゃあかんねんという話になるんですけどそこはもう,もう一度何があって 与えられるかかっってていいうううのをもうちょっと分かりやすすくお伝えしてほしほそでね一番その自分のまあ強みとしている部分が先ほども言ったように行動力っていうのもあって実際にこの PR 文にも書かせていただいてるんですけど、まあ、自分が何かあのここが目標だじゃあ次はそのここをやんなきゃいけないなっていう時に自分の目指したいことに関しては基本何でも行動をあの発揮できるっていうところがありますのであの実際にじゃあ,あの 会社でこういう業務をする場合に何かそれがちょっとあの目標として遠い部分だとしたらそこに向けて計画立ててやれるっていうところがあると思います。伝わりましたか？<laughs> 計画立て実行力みたいな関関数力みたいな感じなんですかね。そうですね。でもその中に苦手なもんもあるっすよね。はい、目標を定めた後でその途中に苦手なものに絶対ぶち当たるじゃないですか。はい、苦手なことはできないタイプですよね。はい。 そこを苦手なことはできないけどじゃあできない分どうやってやっていこうっていうところを考えてでそこを行動していくっていう感じかなっていう一応あのもう一回確認なんですけど「君のスクール君の高等学院代表大浜勉強週間ゼロからでも難関大合格を可能にする個別指導塾君のスクールと」 大学進学に特あまたの受験生の人生に革命を起こしてきた教育業界の革命児は今宵志願者の才能を引き出すのか一応あのもう一回確認なんですけど、はい、あの秘書的なことじゃなくてその今は例えばこういうことしかお願いできないよっていうのが例えばさらないだったりとか,、はい、なんか例えばじゃあ塾で教えるとか,、はい、なんかそういうことだったりしてもそれはいいんですか そうですね、まあ、できなくはないと思うんですけども、うん、そこでやっぱりその,あの得意不得意みたいなのがやっていくうちにちょっと現れるかなっていう感じはああ最初はいいけどとはですね。というも若干矛盾してないですか起業家になるっていう大きなゴールに向けて社長のもとでさらわれても何でもするっていうのが途中にあるわけじゃないですか、はいはい、でもこれは苦手だからできないは若干矛盾してないですか まあ、あのあのそういうあのできないところが出てくる可能性があるかなっていう感じですねいやそのエキスキューズはいらないよ、はい、ああそれ言われて取りたい社長はどこにもいねえぞ、はい、もう全く必要のないエキスキューズだねはね、い、まあ,あのね大石君はまはあ、ちょっとね病気があったっていうことは差し引いても「はいはい、うーん」って感じだぞ今のは、うん、虎たちからの厳しくも愛のある指摘へ。 その言葉を受け止めながら、己の信念を語る大石。物語はいよいよ最終局面へ。いざ迎えるラストステートメント。時間が来ましたので、大石さん、最後に一言お願いします。ラストステートメントです。はい、えー。まずは貴重な時間をおさえていただいてありがとうございます。 えー、この時間であの、まあ、短期間ではありましたけどもここでもやっぱり理想と現実のギャップっていうのも改めて感じることができましたしかし私はそのげ現実と理想のギャップがあっても自分は立ち向かって起業という目標に向かって折れずめげずやれるっていうタフさは持ってると自覚しておりますなので是非皆様のもとで何か成長させ,るさせていただく機会を設けていただきたいですお願いします はい。それでは壁側をお向きください。ファイナルジャッジメントタイムです。それではお直りください。それでは、ただいまより最終決断に入ります。一枠、竹永社長お願いします。はい。すみません。しないで。採用しないで。えっ、ー、と、まあ、その、もちろん、 皿洗いから一から順々にやっていくんだったらもう大歓迎でいろんなことをアドバイスできるかなと思うんですけど今現在控えてる社員たちがいくらでもいるんでその子たちを越すほどの感動はなかったかなって感じなんであのアルバイトとかでよければ喜んでって感じですお願いしますでは二枠大浜社長お願いします,はい,しますはい鶴でお願いします やっぱすごいあのさっきお話しましたけど16歳で、ね、あの行動力があってすごいなって思いましたしお話ししていても56歳とは思えない。 コミュニケーション能力があっったので何かかやってくれるんじゃないかないと思いましたあとは自身も本当に同じように、えー、起業したいけど何したらいいか分かんないでもとりあえず行動しようっていうねちょっといい意味で悪い意味でちょっと浅さが似てたというかっていうのもあるんでそこを応援したいなと思いましたただ、えっと、うちの場合はあの社長秘書っていうよりは例えば横浜に君のスクールっていう塾があったりとか君の,スク君の高等学院っていうあの通信制高校のサポート校があったりするので、まあ、そこの新規授業の、まあ、お手伝いだったりとかそういうことにはなるかなと思います。はい、ありがとうございますでは 3枠スカキュンさんお願いします、はい、YouTuber なんでちょっとそんなに YouTube にあの力が入ってないっていうのでちょっとまあ僕たちと一緒にやるのは難しいかなと思いましたでもなんかすごい熱何かなんかやりたいっていうとにかく若さと行動力と思いがあると思うんでどこ行ってもあの何か見つけれる人材だと思いますのであの応援してます頑張ってください。ます 4枠永社長お願いしますはいじゃあしないでお願いしますえっ、ー、とまあ大学受験塾をやってるのであの役割的に難しいかなっていうところとまあそれ以上にやっぱりなんか泥臭さが少し足りないかなとなんかお皿洗いの仕事も尊い仕事だなと思うんですけどなんかそれに対してやりますって即答できなかった時点で個人的にはちょっと難しいかなと思いました <laughs> はい、はい、以上です4枠まで終わって、えー、大浜社長 からするが出ておりますが、とりあえずまだ一人ということです。ではご、ごわく井口社長お願いします。はい。えっとですね。頭が良くて、言葉が出ちゃう。で、なんかその言葉で優秀さがみんなに伝わって。それで、あ、この人優秀なんだなっていうことをみんな思って。逆に、それが大石さんの成長を止めてるように感じます。はい。あの、まあ、えっとですね。 さっき今おっしゃられた通りで泥臭さがなさすぎるんでやっぱり今今学ばなきゃいけないことは泥臭さ,さコンビニ店員だと採用します、うん、<laughs> それはみんなが限定ということでみんな限定です、はい、<laughs> 承知しましたまあそういうところで泥臭く学んでいただきたいということですね、はい、では、えー、改めまして2枠大浜社長5枠井口社長2名から採用すると いうボードが上が上っておりますここからは選択権が大石さんに移ります。どちらを選ぶか、もしくは選ばないという選択肢もございますが、いかがしましょうか。よろしくお願いします。そうですね。うーん。 ちょ,ちょっと待ってもらっていいですか <laughs> ゆっくり考えてください気づかなくていいよゆっくり考えてもらっていいですよ全然気づかなくていいようんはいじゃあ大間さんの方でお願いしますありがとすかお願いします。 はいということで大浜社長のところでインターンをするということになりましたおめでとうございます <laughs>、はい、理由をお聞かせいただいてもいいですかそうですね、はい、あのまず井口社長申し訳ありまして一応まあ選ばせていただいた理由としてはやっぱり自分に何かあの何て言うんでしょう 自分が今考えた時に一番その能力というか行動として発揮できそうだなというふうに感じたのが一番の理由です。ど,<あ>どういう点で例えばそうですねあの通信制高校の部分先ほども聞かせていただいたんですけど自分もやはり通信制高校に通ってるっていうのとやっぱりそこの部分で自分の経験とか自分が何か話せる部分だったりとかあの何か 知識として出せる部分があるんじゃないかと感じたのであの選ばせていただきました、はいえー、では改めましておめでとうございますじゃあよろしくお願いしますしお願いしますはいえっ、ーはいえー、とまあやはりあの自分の甘さだったりあの最初の志願の時は 自分がその N 校に行きたいっていう目標があったので、いろいろとできたと思うんですけど、実際に N コに行ったっていう目標が達成されてからじゃあ何するかっていうのがやっぱりふわっとしてたので、まあ今回のその喋れなかったことだったり、あのまあ、自分の甘さが出てしまったところじゃないかなっていうのは思います。なので今後大間さんのところでインターンさせていただいて、何か次の目標を決めて見つけてそこに行動と まあ、行動していければなと思います。ありがとうございました。では、せっかくですので、えー、知らない間に。振られた形になったモノリスジャパンのズッキーから。一言いいですか。はい、<laughs> はい、まずおめでとうございます。あの、よろしくお願いします。あの。僕の方もですね、彼から、その、引退したいっていう依頼をですね。この以前から受けていた部分があって、で、まあ、今日はちょっと僕も、まあ。 ここに座ってですね、虎のような気分でですね、あの彼を採用するかしないかみたいなところを決めていたんですけれども、まあ、結論として僕も採用しないのボードをきっと出してたらなというふうに思ってました。で、まあ、大原さんが挙げてくれた時に、きっと大原さんのところに行く方が彼としてはいいんだろうなっていうことも思っていたっていうのがもう一つあったりですね。というのは、彼はいろいろな病状を持っているので、まあ、できることの中から、 これから企業を考えていかなきゃいけなくてできないことをできるようにしようって井口さんのアプローチよりは大浜さんはできることの中からきっと彼を企業家に育てていこうっていう思いを持っていたのできっと僕も今うちの会社に入ってきても彼にできないことをしながらそれができるようになっていくってプロセスは歩ませるようになってしまうんだろうなと思って、まあ、採用はできないかなというふうに思っていたので大浜さんがすごい手を挙げてくださったっていうのはすごく我々としても嬉しいなというふうに思っていますので、えー、頑張ってくださいね。ありがとうございいいますすすオールだったんででけど最後に僕かから一言 えー、大前提大石さん僕は今でもめちゃくちゃ優秀だと思ってるんでその前提で話しますけど1年半でちょっと劣化してる気がしますはい劣化してるというのは別にレベルが下がってるということじゃなくて成長してないということだと思います何も具体性が詰まってないしこのまま行くと何者でもない普通の二十歳ぐらいになっちゃう気がするので今まだ16ですめちゃくちゃ優秀だと思うんで もう少しいろいろ自分の中で自問自問答してもいいいかなと思います特に今日はトラからの質問があった時に必ず「そうですね」って言うんですね。そうですねって言ってる間に多分何かを考えてたんでしょうそのぐらい多分自分の中の考えがまとまってない状態で来てると思いますなので「そうですね」で時間を稼いでいたというふうに僕は見えました、はい、次回はもうちょっとビシビシと自分の思ったことを話せるように 考えをままとめていきましょう、はい、では、えー、改めておめでとうございます <laughs> 完全オールからの再挑戦若き志願者大石が挑む激論その結果は大浜が手を差し伸べる形でインターンへの参加が決定企業を思い描く大石はこの経験を経ていかなる未来へと向かうのか物語の行方は 続報まで。